こんにちは、素直サイズ、なおです。今回は、毎週靴下一足編むの、報告動画です。一番最初は、ちょっとまとめてね、いつも通りですけど、ウィーク36週目の靴下は、オパールコットンのチェーン KFS155 とオパールケイトイエロー5182を合わせて編んでみました。ちょっとね、この単色のイエローを結構気に入ってしまって、前回も黄色い、前々回かな、なんか黄色の単色を合わせて、湯沢屋さんのフリーソックコットンかな、こちらをね合わせて編んで気に入って、ちょっとブームになったみたいな感じで、合わせています。もうちょっと夏が終わってね、9月だから夏っぽい靴下を後半追い上げるように編んでたんですけど、ちょっと今からだと元気すぎるかなと思いつつね、こんな感じの色合わせにしてみました。とこちらも中からと外からとっていう感じで毛糸を合わせています。36周目の靴下、おしまいです。次はウィーク37周目の靴下。オパールコットンのクジャク石 KFS243 と、またね、イエロー5182合わせて編みました。このクジャク石、すごくね、いいなーって思って、ちょっと早く編みたいと思ってたんですけど、やっぱりね、柄の出方、色合いがとてもいいなーと思いました。で、似たような靴下がね、出来上がっちゃったんだけど、これが36周目の靴下で、37周目も黄色を合わせちゃいました。ちょっとね、いろいろ紫を合わせようかとか考えたんだけど、ちょっとこれを編んでる時はね、暑い夏だったので、黄色、イエローを合わせています。こちらも中からと外からで柄合わせなしで編みました。今回最後の報告のウィーク38、1000 KFS155 とフィア KFS149 とズンダ UN01 と3種類の毛糸を使って編んでみたんですけど、ちょっとイエローからはね、脱出して、ここまでがフィアじゃなくてチェンで、ここの部分がフィアで、秋口のねギリギリのところにズンダを入れてみました。ちょっとこんな感じでね、本当に2段と糸始末分だけなんだけど、ちょっと残りが足りるかな足りないかなって思って、足りなかった時にね、ちょっとほどくの嫌だなと思っちゃったので違う色を合わせてみました。でね、今回もこのチェーンが最後これだけに糸始末して残った、これだけでもチェーンが終わって、フィアも半分ずつ
にしたつもりだったけど、結構ね残りのグラムがちょっとだいぶ違うんだけど、これでフィアの残り糸もこれだけになりました。で、これだけあればね、2段と糸始末、どっちもできたんじゃないかなと思うんですけど、多分ね、こっちから使ったのかな。だからもう足りないなと思って、ずんだを入れているんですけど、こんな感じでね。で、ここだけちょっと何段か、一段ごとに糸を変えてしましまちょっとボーダーにしてフィアに入るみたいに、少しね手間をかけてみました。こんな感じで38周目の靴下が編めています。でね、こんな感じで行こうかな。靴下ね、着々と、1年間1週間に1足編むっていうのを着々とね頑張っているところなんですけど、こんな感じですね。もうちょっとまとめて3週間分になりましたが、ご報告以上です。ちょっと編みかけの靴下を編みながら少しお話をしようかなと思います。いつもの感じですね。これはスイートキスっていう糸で、母が気に入って二玉ね買ってくれたんだけど、二玉分ね全部毛糸じゃなくて靴下にする予定なので、でちょっと母用に母に納品みたいな感じになってるので、つま先の色合わせとかをそんなに冒険できないでいるんですけど、だから一度編んだことある組み合わせになっています。なのでね、ああそんな合わせ方ねみたいな感じになると思うんですけど、これも一応、1年間に1足じゃなくて1週間に1足っていうのの1足に入るんだけど、まあね、一週間一足編むっていう縛りがなければね、ご報告はしないかもしれない。色合わせの、まあ多分二足目とかになってると思うんだけど、なでしこかなだと思うんだけど、もっとね本当に単色全色揃えたいなって思ったりしちゃうんですけど、皆さんねそう思ってるかもしれないんだけど、あんまり使わないかなっていう色でもね、とりあえず全部揃ってたら意外な色合わせが見つかるんじゃないかなと思ったりします。気に入った組み合わせはね安心だけど、いつも一緒になっちゃうなみたいになってちょっと飽きちゃうなって感じちゃうこともあると思うんですけど、こう意外な組み合わせとか自分の好みではないけど、この色合わせいいなみたいに思える合わせが
できるかもしれないのでね、なるべく単色を少しずつ、好きな糸、色糸じゃない糸もね、買っていきたいなと思っています。まあ、そんな嫌いな色っていうのはなくなったんですけどね。若い頃はね、自分が着る前提では、地黒で色が黒いから、ベージュとか、ブラウンは似合わないかなって思って、苦手な色っていう風に自分で決めてたんだけど、ブラウン系を買うならブラックを買おうとか、ベージュを買うならオフホワイトとかグレーを買おうとかっていう風にねなってたんですけど、編み物でね、オパール毛糸に出会ってからは、前も話したと思うんだけど、嫌いな色とか苦手な色とかっていうのがなくなってきましたね。なんかこの色にこういう色を合わせるんだみたいに勉強になるというか、すごくね、意外な色合わせがとても素敵だなって思うようになりました。それでもだいたいシリーズ毛糸ね、8玉8柄出てくるんだけど、いつもいつも全色変えるわけじゃないから、その中でもどうしても選ばなきゃいけないってね、なるとやっぱりちょっと好きな色というか、安心する色とか、いいなって、一番いいなって思う色はね、どうしても似てきちゃうなって思ってます。たまには意外な色を買おうかなって思ったりするんだけど、どうしてもね、あ、今回は2玉ぐらいしか買えないかもってなった時にはどうしても好きな色を選んじゃいますね。今日はちょっとお腹がとても良くなっているので、ぐる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 って入ってるかもしれませんけど、気にしないで、お腹空いてんのかなと思ってください。お腹空いてるわけじゃないんだけど、朝ごはん食べたんだけど、なぜかね、キューキューなってますね。で、新しいシリーズオパール毛糸出てるんだけど、まだ買ってません。ビューティーシリーズもね、グリーンの色、もう 2,3 玉欲しいなって思ってたけど、KFS ショップさんの方ではね、ちょっと終わってしまったので、他のところでもし余裕があったらね、もう何玉か欲しいなって思ってますけど、ビューティーシリーズの編み心地、肌触りがいいっていうのは分かってるんだけど、のグリーンのね、色で何か身につけるもの編みたいなと思ってます。結局靴下になりそうな気もしないでもないんだけど、久しぶりにハンドウォーマーとかでもいいかなってちょっと思ったりもしています。そうだな、
あとは最近ね、あ、前回ね、髪の毛、髪の色明るくしてベリーショートでみたいな話をしてたと思うんですけど、髪の毛切ってからね、1ヶ月経ったところ、1ヶ月ちょっと経った感じで、なんかね、馴染んできたかなって思います。切りたくなっちゃうっていう方もね、短くしちゃうともうちょっと伸びただけでね、すぐまた切りたくなっちゃうっていう方もいらっしゃって、私ももう1ヶ月しない間にね、もう切りたいみたいに思うこともあるんですけど、まあ伸びていく過程を楽しむっていうのもね、味わって味わっています。ただそんなにこういつも休みのたびにお出かけするとかっていう生活ではないので、時々出かけたりするとね、髪の毛をセットするとか、ちょっとお化粧するとか、そういうのがね、とても大変って思って普段は朝帽子かぶって職場に行って、職場のトイレで髪の毛ちょっとワックスつけて整えるみたいにしてる程度だけど、汗かいちゃうから、もう午前中でそのワックスとかも、なんかワックスでちょっと形作ってもね、すぐこうもわっとなっちゃうみたいな。なんだけど、お休みの日とかにね、こう違うアレンジしたいなーって思うんだけど、どうしていいか、ちょっと、こう、わからないというかね、こうしてみようかなってチャレンジして変だった時に直せなくなっちゃうから、いつもと同じ。アレンジにしか、ワックスで形作るのね、同じアレンジになっちゃうんだけど、なんかもっと違う感じのアレンジできないかなーって思うんだけど、もうちょっとね、勉強しなきゃいけないなって思います。ヘアアイロンとか買ったりね、してちょっと巻いたらイメージが変わるかなって思いながら、ヘアアイロンも変えずにどのメーカーがいいのかなとかねあんまり高いと買えないなとか思いながらね、こんな感じで、ベリーショートが伸びてきたので、ちょっともさもさしてきてるんですけど、それも楽しみつつ、今度美容室に行った時にはね、伸びてきた時のちょっとアレンジをね、聞こうかなって。今は思ってますけど、忘れちゃうかもしれないからいつも通りになっちゃうかもだけど、もうちょっとね、ちょっと本当に涼しくなってきて、秋は短いかもしれないからおしゃれをね、いっぱい楽しみたいので、ちょっと洋服のコーディネートのこととか、ヘアアレンジのこととか、ちょっとメイクのこととかね、少し考えて楽しもうかなと思っています。編み物をしながらっ
では編み物で頭の中は洋服とかのこと考えようかなって思っています。そんな感じでね、ちょっと見たことある毛糸が出てきちゃってなんだっていう感じかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこれね、年始めに1月とかに編んでた糸だから新鮮に感じる方もいるかもしれないのでね、ちょっと秋っぽくていいかなと思ってますがちょっとこんな感じで、あ、そうそう、この間アサミズヤンさんから買った糸もね、編み終わっているんですけどその感想はその糸の紹介の時の方がいいかなと思ってちょっと今回お話ししなかったんですけど、なるべくね涼しくなってきたのでコンスタントに動画が撮れるといいなと思います。あとね、かごめ編みもうちょっと編み進めたいんだけど糸がまだ見つからなくてちょっと進められないでいるんですけど、一緒に編める作品とか、ただ単にねストールとかショールとか作るだけでも一緒に編みたいなっていう方がいたら一緒に編めるといいなと思ったりもしています。では今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。